ジョコクランチはまずさ、トリュフとなんかどっちもいいよなってね、自分でどっちかって言われたらすげえ悩む選択かなって思うけどさ、あでもやっぱセリューの方がいいなって思える瞬間が何個もあるからセリューかなって傾くんだけど、終盤の方なんてでもやっぱなんかもいいんだよなってだって結局どっちつかずになるから、あれすげえ話、それであると決めなきゃいけないでかわいそうだよね。そういう風に言う人は、だいたい浮気。ほいで、ネオネコに、まあそういう人だったんですよ。わーわーわー、人間らしくて僕はいいと思うんですか、わー。あの人もあるけどね、綺麗だからそうじゃないと。これあれが、なんだっけ、なでしこのアキトもやべえけどね。なんであれもう浮気をやろうだもん。あ、そうなんだ。そうだよ。だってさ、最終的にユリカのことが好きとかいう感じになるんだけど、うん、その前になんか、なんだっけな、正義をやってる女の子がいるんですよ、うん、目の前でチューとかするからね。でしょ、ええー、と思って、嘘でしょとか思って。どの口がそんなこと言うんだと思う。で、ユリカそれ見て、もう愛しとったらとか言って怒ってるんだけど。そういう風な怒れるのかですけど、普通だったらショック受けてね、まあね、消えちゃうよとか、うん、さすが関東はね、うん、メンタル意外と強いんだよ、ひどーと思って、あ、ちょっと、まあルリちゃんには優しかったけど、遠景だとただのロリコンの、まあ、ね、のルール懐かしい。うん、だから天下和人は俺にとってはもう浮気やろうっていう印象見えない。どうしよう、足がフラフラするぜ。うん、わ、やったもん、やったもん、もうずっとこのままでいいですか、マグネットの耳を取って顔の差、顔の差、鹿がいます、よいしょ、ペチョン、オッケー、このやろ、いいだろう、ワン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 、ちょっとやこがおしちゃったけど、まあ一か所ぐらいね、バーム一気の100人では増えんぞ、増えねえ、ちょっとなんか、はいはい、何？ポプー、はい、ポプー、ポプー。何？最後うまいでしょ？かわいい。はい、行こうか。いけそうって。眠くなってきたね。もうこんな感じで、デレデレデレって。
り合い、このラベンダーみたいなやつ。これ何の実だろうね。かわいい。土地の実。買おう。ちょっと。何その、なんだっけ、らっきょうの方だっけ、違う。普通に。梅三橋の顔でも。梅干しの顔は。あずは、あれ、今日から俺、今日から俺はにしよう。見てていいよ、俺寝てるから。横で流してるわ。アニメも、アニメは見たことないでしょ。アニメ興味ないから。バカ野郎。てっ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 て。その曲じゃないからね。でも半分でギャグ要素入れすぎちゃってるから、うん、ちょっと強いてね、残念なのはね、うん、京子をそんなにネタキャラにしないよ。だって京子はあれだよ、本当にもう昔の工藤静香さんみたいな人、ね、おほほみたいな、あんなんじゃないじゃん、ダメだよみたいな、そんな感じ。あんなね、ロリロリ可愛いキャラじゃないよ。橋本環奈さんを否定するだけ。うわ、滑る。こう、何これ。ちょっとびっくりしてる。だからさっき登山客、トリップ使いながら降りてたんだ。ああ。これ滑るわ。なんか相性悪いね、これ。登山口、ちょっと相性悪いけど。体を揉んで踏むとこれアウトで。うん。この音いいね、加工、加工。早く良かったんだけど、うん、いや、そんなギャグキャラじゃねえしとか思って、そうそうそう、橋本環奈さんが悪いわけじゃないけど、うん、まあでもあれであれで良かったよ。まあでもあれもまたね、うん、テレビ版の実写というネタとしては、まあ二面性があるっていうのは面白かったけどね、キャラ的に。でね、人の前では可愛く言いたいっていう三橋はね、本当にね、そのままあれだよ。あれだって、ままだったよね。でね、先生がね、協力しすぎだよ。あれちょっと出すぎかな。いや、俺好きだったけどね。村さんのキャラ濃すぎて。なんであんなにさ、あれ、秋久とさ、やるのやばいとかさ、なんつうんだろう、賛同的なのって面白かった。普通だったらもう、やめろーって感じだもん。もうほんとパンピーと、なんだろう、その不良会って綺麗に分かれてた感じだったから、そういうのがないもん。本当に、うん。全然高校生の年齢じゃないの、学生高校生だって思う。うん。いや、なんか役者って本当に綺麗だね。ね。相当年でしょあの人。うん。30超えてるでしょ多分。あれ、これじゃ閉めなくていいんだ。え、あ、ここは、うん、閉めなくていいんだなと思って。これはあれでしょ、50個ここ閉園したら閉めんじゃないの。だね、うん、開いた。下の、下の、なんかパチってきた。下のこの辺とか値段見えないですよ。かわいい鹿さんが食べられちゃいますね。かわいい鹿が食べられるじゃん。かわいい鹿さんが植物食べてる。そうそう、うん、これ凍結したらやばそう。確かに鹿さん可愛いよね。うん、これ凍結したら下までつるってなんのかな。あんまり頑張ってなるになるな、こうやって。確かに鹿さん可愛そう。おやすみなし。あれ、じゃあジャンボーリミッキー、ジャンボーリミッキー、ジャンボーリミッキー、ジャンボーリミッキーお姉さんさ、すごい動画で回ってるけど、あれ盗撮じゃないの。
って俺。それも見た目だからしょうがないって取られるから。まあね。ただその変な使用の仕方さえしなきゃ、まあ見て見ぬふりしてくれんじゃない。いやだって。性的な変な動画とか。だってあれショートカットしてる時点でもお金入るよ YouTube って。みんな知らないと思うけど。っていう思うんだけど、あれめちゃくちゃめんどくさいことなんないのかなって思うんだけど、そんなことしてると。そういえば千葉のさ、あれでしょ、広告にあのディズニーランドの内容載せるなって言われたんですよ。知ってた？うん、なんか書いてた。千葉のなんか町おこしみたいな広告のところにディズニーランドの、そうそう、パレードとかはさせちゃったけど。いやだってダメだよあれは。載せるな、うん、ディズニーはめちゃめちゃ厳しいから多分使えないと思うよそういうやつは。じゃあ多分別途でなんかまた支払えとか。じゃあ YouTube のあれもうるさくなりそうだね。ディズニーは本当に厳しいよ、うん、夢の国の割には厳しい。ゲームもダメだ。ゲームは大丈夫なんだよ。だいぶ現実の国だ。ゲームはセーフなんだよ。ゲームは俺一応パッてやったけど、ディズニーだからダメですってのはない、ね、ちょっと寝よう。おトイレ大丈夫？俺行ってくる、うん、僕は行きます。とりあえずトイレ行こう。